フィーチャーフォンは、携帯電話の端末類型の一つで、スマートフォンよりも前の世代の端末を指す。九百九十三年にサービスを開始した、当初の第二世代携帯電話は、音声通話と SMS だけをサポートする機種がほとんどであった。しかし、通信インフラの改善やコンピュータ技術の進展に、伴い、二千年頃より、携帯電話にも、カレンダー、ゲーム、ワップ、ブラウザー、 高度な電話帳、SMS 以外のメッセージ手段などの機能が搭載されるようになった。そのため、音声通話と SMS だけしか使えない従来型の携帯電話と区別するため、それらの高度な機能を持った携帯電話を指す用語として、フィーチャーフォンという用語が使われるようになった。フィーチャーとは特徴のあるという意味の英単語である。 フィーチャーフォンを置き換える形で2010年代以降に普及したスマートフォンやフィーチャーフォンの以前からあるベーシックフォンと比較した場合ベーシックフォンよりは高機能だがスマートフォンほど高機能ではないものをフィーチャーフォンと呼ぶことが多いが企業など団体によりその定義は異なるまたスマートフォンは Android などの汎用 OS を使っており OS やアプリを 他機種でも使えたりユーザーが自分でアプリを開発したりもできるのに対してフィーチャーフォンでは各メーカーの各機種ごとにカスタマイズされた独自 OS を搭載しているため特定の機種だけに対応してメーカーが制作した独自アプリしか使えない点もフィーチャーフォンの特徴であるただし iPhone のように iOS を搭載した機種もフィーチャーフォンと同様に独自 OS で各機種ごとに カスタマイズされており、アプリケーションもアップルが認定したものしか動作しないが、フィーチャーフォンではなく、スマートフォンとして分類される傾向にある。ただし、三大キャリアは iPhone をスマートフォンと分類していない。Google Pixel は Android 搭載のスマートフォンという分類であるが、一部の携帯電話事業者はスマートフォンと分類していない。2000年から2010年にかけてが、 フィーチャーフォンの前世紀で日本はフィーチャーフォンの開発が世界的にも特に盛んで普及も早かった。2000年代当時はフィーチャーフォンが最も一般的な携帯電話の携帯であったが2013年に初めて日本のスマートフォンの出荷数がフィーチャーフォンを上回った。海外でも2013年にスマートフォンの出荷台数がフィーチャーフォンを上回り、その後は 携帯電話というと、スマートフォンのことを指す場合が多い。スマートフォンが普及した2010年代後半以降は、大量生産の汎用ハードウェアを搭載する高機能なスマホよりも、少量生産の独自ハードウェアを搭載する低機能なフィーチャーフォンの方が逆に製造減価が効果になったこともあって、低所得層やサブサハラアフリカなど、 世界の最貧困地域でもスマホの普及が進んでいる。一部の国ではホームレスでもスマホを持ち、QR コードを介して電子決済で恵みを受け取る姿も見られるほどだが、一方で高所得層や先進国でもフィーチャー本に対してシンプルさや充電の持ちなどを活かした一定の需要があり、災害などの緊急時に懐中電灯や FM ラジオになるなどの機能を持ったものもある。 日本では2018年第1四半期に児童向けのキッズ形態を除くフィーチャーフォンの出荷台数が初めて例台となり日本ではすでに純粋なフィーチャーフォンは出荷されていない2018年以降に日本でフィーチャーフォンとして販売されているものはスマホと同じハードウェアと OS を搭載しながら独自アプリしかインストールできないなどの機能制限をわざわざ施しさらに フィーチャーフォンのようなテンキーや十字キーなどを搭載したガラホである。フィーチャーフォンの出荷台数はスマホに押されて年々減っており、2017年の日本における出荷台数は536万台で、すべての携帯電話の出荷台数の14.3%を占める。英語圏では雇用としてダムフォンと呼ばれたり、日本においてはガラパゴス化した携帯電話機という意味で、 ガラケーとも呼ばれる。2010年代以前に数多く存在した日本の携帯電話メーカーは日本市場のみに特化したフィーチャーフォンであるガラケーの開発に注力しすぎた結果、グローバル市場における携帯電話のシェアを失い、2010年代以降に多くのメーカーが携帯電話市場から撤退することになった。携帯電話国 地域における携帯電話を参照インターネット接続、音楽再生、撮影機能等を搭載した Nokia6020、ok、アメリカが市中国における携帯電話も参照携帯電話市場では iOS や Android を搭載したスマートフォンが競う形で販売が好調である。このため利用者数でもスマートフォンがフィーチャーフォンのシェアを奪っているというデータがある。 市場調査会社のニールセンによる2013年夏のデータではスマートフォンの浸透率は61%に達した。サイバーショットを搭載した SO905X1 セグ対応の W61SH 日本における携帯電話も参照日本では通話機能のみに絞った携帯電話は年配者向けなど特殊なものを除いてほとんど販売されていなかったため スマートフォン登場までに利用されていたテンキーなどのボタンがある従来の多機能携帯電話のことを指す。海外の多くの国ではハイエンドの多機能携帯電話は高価なため販売の主流ではない。それに対し日本では2007年9月の総務省のガイドライン以前は販売奨励金による戦略的な販売価格引き下げにより多機能携帯電話が 納入価格を下回るほどの安価で提供されていた。そのため販売の主流は、インターネット接続やワンセグ市長、録画、お財布携帯といった機能を内蔵した多機能携帯電話だった。この多機能携帯電話は、日本の事業者専用仕様で設計されており、一部の例外を除いて、派生輸出モデルを持たない、国内特定一事業者専用モデルである。また、 これらの携帯電話はガラパゴス化の例としてガラパゴス携帯、さらに略してガラ系とも呼ばれる。2008年より日本でも展開され始めたアンドロイド OS がベースのスマートフォンにはガラパゴス携帯の特徴を取り入れたものも登場しガラパゴススマートフォンというカテゴリーも出現している。前述の通りガラパゴス携帯の本来の意味としては 多機能かつ国内特定事業者向け専用モデルの携帯電話を指しているため、この定義に厳密に則っ,って解釈するならば、スマートフォンであっても、特定事業者に特化した機能が満載であればガラケーであり、逆に従来型携帯電話であっても、グローバルモデルやベーシックフォンはガラケーではないと言える。しかしスマートフォンの普及が進んだ、現在の日本国内では、 フィーチャーフォンとベーシックフォン全般、もっぱら、スマートフォンを除く、従来型の携帯電話の総称として、柄ーと表現することが定着している。2004年、2005年に、日本でも、スマートフォンが販売され始めたが、当時は依然として、フィーチャーフォンが主力であった。しかし、2008年7月に、現在のソフトバンクにより、iPhone3G が発売されてからは、 国内でもスマートフォンに対する関心が高まり、各キャリアが Android 搭載のスマートフォンを投入した2010年からは、フィーチャーフォンからスマートフォンへの需要のシフトが鮮明になった。市場調査会社の MM 総研による2010年度の国内携帯電話出荷台数推計では、スマートフォンのシェアは22.7%であったが、その翌年度には56.6%に達した。 その後もシェアは拡大し、2015年度には79.7%となっている。だが2010年代後半には、ある程度スマホが普及したことでかえって、スマホの弱点が露呈し、逆に、柄系を再評価する動きも出てきている。とりわけ料金面では、大手キャリアも、スマートフォンをデータ通信重視で効果、フィーチャーフォンを 通話重視で安価として料金面で住み分けを図った販売形式に移行しつつある。フィーチャーフォンが月額980円から所持できるのに対し、スマートフォンは高額な通信料がかかるほか、2014年から NTT ドコモやソフトバンクモバイルでは月額2700円の通話料定額プランへの加入が強制となった。その一方、ユーザーレベルでは 以下のように、スマホの普及に伴い、周囲にスマホの所持を強制される状況に追い込まれることがある。そのため安価なスマホ環境を求めた場合、ネット専用機の MVNO を利用したスマホもしくはタブレットと通話専用機の大手キャリアフィーチャーフォンを併用するいいとことりの使い方が提唱されている。また、PC を所有しているユーザーが、 インターネットブラウジングの操作性で劣ることから一度持ったスマートフォンを手放したり多機能性よりも1回の充電での稼働時間の長さを重要視する場合費用を抑えたい企業による大口契約など様々な理由でフィーチャーフォンは今なお根強い指示がある2010年代初頭にスマートフォンが各キャリアのラインナップに乗り始めた頃には 静電式タッチパネルを搭載したスマホのような風貌のフィーチャーフォンが一部メーカーで販売されたこともある。また、現代のスマートフォンでは当たり前となった機能を搭載した多機能フィーチャーフォンが晩年は一部メーカーで販売されていたが、いずれも現在は講述するガラホに移行している。2015年よりガラホという商標名で KDDI が販売を始めた。 SHF31 を皮切りに厳密な意味でスマートフォンではないがスマートフォン向けの技術の転用によって開発された新型フィーチャーフォンが各キャリアに登場するようになった。ちなみに KDDI のガラホに対し NTT ドコモは SP モード形態ソフトバンクは 4G 形態と称しているが通称としてそれら全般をガラホと呼ぶことが多い。この ガラホの登場の背景には従来のフィーチャーフォンで使用していた独自の OS などの開発停止や半導体部品の調達が困難といった製造上の問題のほか相次いで終了するフィーチャーフォン向け Web サービスに対しスマートフォン向けの Web サービスを流用可能な設計にすることで代替を図るといった目的がある。ドコモは2016年末にガラケーの出荷を終了し 同業他社も2017年にガラケーの生産を終了したため、それ以降にガラケーと呼ばれているものは厳密に言うとすべて OS に Android を搭載した内部的にはスマホと全く同一のアーキテクチャを持ったガラホである。フィーチャー本の通信方式として使われてきた 3G 方式の2020年代提供終了が各社からアナウンスされており、これにより フィーチャーフォンは完全に名脈を断たれることになる。詳細は韓国における携帯電話を参照詳細は中国における携帯電話を参照。ありがとうございます。